し、できました。コメント OK。 こんばんは。見えてるかな？ OK。 こんばんは、高畑ゆき。ちょっと待ってください。よいしょ。こんばんは、 SK48 の高畑ゆきです。よろしくお願いします。ちょっとお水を、喉がカラカラなので、まずお水を飲みたいと思います。ちょっとこれ、これ見れてますか？画質いい方ですか？今日画質いいかな。ホテルなんですけど、画質がいいのか Wi-Fi が飛んでるのかどうか分かんなくて、よいしょ。どうも、改めまして高畑ゆきです。お疲れ様です。こう画質良い、 ありがとうございます。よかったよかった。うまい棒割り名人、ありがとう。そう、うまい棒割ったんです。今日はですね、幕張メッセで握手会があったんですけど、願い事の持ち腐れの握手会があって、3日間あるんですけど、そのうちの1日目が今日終わりました。うん、1日目終了しました。朝の一部からたくさんって言ったら嘘になるんですけど、朝から来てくださる方も多くて嬉しいです。ありがとうございました。今日はゆっくり休んで、また明日に備えてください。お疲れ様でした。そう、うまい棒名人、うまい棒名人っていうのは、これはオーディション、 SKA のオーディションの時の話なんですけど、 SKA のオーディションの時に特技を披露してくださいって言われてて、事前にね、事前にカラオケ審査、歌の審査とプラス特技を、何か披露できる特技を持ってきてくださいって言われて、何も特技がなくてどうしようってなった時に、なんかうまい棒割ろっかなみたいな、うまい棒割ろっかなみたいな、これ特技でいっかなみたいな、まあそんな軽い気持ちで、何もなくて軽い気持ちでうまい棒を使った特技を披露しようと思って、家から10本持ってきてたんですよ。念のため10本持ってきてて、キャリーバッグ、キャリーケースね、こんなでっかいキャリーケースの中にうまい棒を10本詰めて行ったんですよ。で、まあ特技披露してくださいと言われて、じゃあ行きますって、こう、うまい棒の袋を開けずに中で4等分するっていう技、っていう特技を披露したんですけど、失敗しちゃって、で、わ、どうしようみたいな。でも10本あるから大丈夫と思って、まあ2本3本やってて、あ、これ失敗したみたいな、全部失敗する、粉々になっちゃう、やばいと思って焦って、で5本目たどり着いて、5本目やったんですけど、それでもできなくて、でさ、どうせなら10本全部やらせてくださいって言って、まあそのキャリーケースからもう残りの5本を出そうとしたんですけど、その残りの5本はもう、あの、他の洋服だったりいろんなものをキャリーバッグに入れてたので、あの、中で潰れちゃってて、もうすでに特技を披露する前に潰れちゃってて、でもう5本全部失敗して、まあ、10本使い物にもならなくて、泣いたっていう泣いたっていう、なんかみんな特技披露してて、なんか特技とかカメラでバッチリ収めて
撮ってたんですけど、さっきその当時のカメラマンさんにちょっと確認撮ったんですよ。あの時の特技ってどこにも使われてなかったり、カメラとか撮ったりしてますかって聞いたら、撮ってないよって使われてないよって、ダメダメだったから使われてなかった。よし、この機会にじゃあこれをツイッターにあげようと思ってあげたんですっていう話です。そう、特技披露できなかった、一人だけ何もできなかったっていう、一人だけ特技なしでやりましたね。ちょっと地味な特技、そう、ちょっと地味な特技、もうそれしかなかったんで、てかそれすら特技って言えるほどでもなかったんで、どうしようって感じのちょっと切ないエピソードでした。その時のちょっとその時の切ないエピソードでした。面白いありがとうね。逆によく受かったな。いや、それなんす、それなんす、本当にありがとうございますって感じです。今村さん、今村さんですね、撮ってくださったのは。チアとかアピールできるもの、いや私チア踊れないんですよ。チアはお、やった、すごいよ、だってありがとうございます、嬉しい。明日社長と、あ、お揃いの格好で、やば明日パジャマ着ます。明日の握手会はパジャマ、おニューのパジャマ、新しいパジャマを着ます。パジャマ。ハタゴンってメンタル強い方だよね。強いと思うメンタルは強いと思うけど、ガラスのハートでメンタル強いっていうやつですね。そう、ちょっと意味が分かんなかった。復元するガラス、それかもしれない、砕けて復元するみたいな。ポジティブに言った方がいいんですよね。たまにはネガティブで、でもポジティブに生きる方が人生楽しいですよ、本当に。あっ、大変だ。OK、それね、それね、そう、ポジティブに生きようとはするんですけど、自分のことに対してはポジティブに生きれないのが今の悩みです。そう、他のことはポジティブになれるんですけど、透けている服着てるだけあるなどういうこと。え、可愛いですよねこの服、お気に入り。今日はこの前斉藤真希子さんに、キャプテンに連れてっていただいたんですけど、ハニーシナモン、平松かな子さんがプロデュースするハニーシナモンっていうお洋服屋さんがあるんですけど、そこの展示会っていう、なんかもうすごい、なんか私が行くような場所なのかなって思うぐらいキラキラした場所に、まあ、連れてっていただいて、真希子さんに。でその時に平松かな子さんが、なんか可愛いおすすめの商品かな、可愛いよって言ってくださったやつを今日着ました、注文して。これスカート、わかるかな、絶対わからんよな、近いよな、ほらほら、これわかんないな、これ上は違うんですけど、下また今日インスタグラムにアップするんで見てください。かなかなさんのお洋服です、嬉しいなんかすごい
若者が好きそうなお洋服で、なんか、あ、私にはこんなピンクなブリプリはちょっと無理かなって、まあ、正直思ってたんですけど、意外とこういうね、シックな感じっていうんですかね、こういう大人っぽいシックな感じのお洋服もあって、あ、かわいいと思って ね、かわいいと思って着ちゃいました、今日。かゆっ。ありがとう。そう、この前始球式をやった。あ、タワーありがとう。誰だろう。タワーさんありがとうございます。あれ、見当たらん。あったあったあった。マッペさん。お、この前も。マッペさんありがとう。ぜひ握手会に来てね。マッペさんって来てくださってる方かな。ハニーシナモンの帽子ある、ある。ハニーシナモンの帽子はね、ファンの方からね、いただいてね、夏とか、去年の夏とかも、今年も使ってる。帽子って便利ですよね。だから美浜花遊祭のリハーサルの時とか、帽子は必需品だから、もうみんな帽子かぶって日焼け対策してる。だから帽子は嬉しいな。で、昨日、おとついかな、8月8、88の日に香川県で始球式をしてきました。香川オリーブガイナーズさんの始球式をさせていただきました。香川でお仕事してきましたよ。ツアーぶりですかね、香川のツアーぶりで香川に来れて嬉しかったです。香川行ったよ、ありがとう。そう、台風がね、来てて、もう本当に、行く前の日、公演だったんですけど、2回公演だったんですけど、マネージャーさんに、明日もしかしたら始球式なくなる可能性があるから、それだけは先に言っとくって言われて、式なくなる可能性があるの？みたいな。そんなことってある？こんなに楽しみにしとったのにとか、まあ、思ったんですけど、やっぱ台風は仕方がなくて、でも、まあ、どうにか、もうすごい晴れて、そう、新幹線乗ってる時は名古屋から京都、大阪京都らへんはもうザザ降りだったんですよ。え、これどうしよう、やばいなと思ってて、行っても雨じゃないかなと思ってたんですけど、香川着いた瞬間もうカンカン照りで、めっちゃ晴れてて、ラッキーって、めっちゃ晴れてた。野球日和でした、本当に。スポーツ日和で暑くて、本当に。まず最初に高松駅着いて、メンバー香織さん、ゆきさん、谷さん、鎌田さんと一緒にうどん屋さん行って、うどん食べて、でもうどんが美味しすぎて、私はよく香川県出身なんで、うどんの量とか分かるんですよ。大がどのぐらいとか、中がどのぐらいとか、小がどのぐらいって。でもやっぱ初めて来るメンバーは大中小とか分からなかった。谷さんとか大、もうお腹空いてるからとりあえず大とか 鎌田さんもかな、大頼んで、え、最初食べれるのかな2人ともと思って、ちょっと心配だったんですけど、もうスルッと食べてて、え、全然大丈夫みたいな。だからすごい、なんか、しかもめっちゃ美味しいって言ってくれて、みんな、なんかもうそれ聞いてるだけで幸せでしたね。美味しい美味しいって言って食べてるのを見て幸せを感じた そんな感じです。めっちゃ嬉しかったです。で、生放送、ラジオの生放送に西日本放送さんにさせていただいて、アピール告知させていただいて、まあ、始球式に行ったんですけど、香織さんがそのキャッチボール、肩を慣らすために、香織さんがキャッチボールの相手をしてくださってて、いや、香織さん、私、ボール投げる初心者なんで、ちょっと手加減してくれるかなと思ったんですけど、もういきなり剛速球、なんかビューンって 投げて、え、香織さん早みたいな
まあ、そういう感じでキャッチボールして肩鳴らして、その選手、ガイナーズの選手の方に投げ方とか、こう投げ方教わって、なんか私今までこれでこのポーズこれで投げてたんですけど、全然飛ばなくて、これでこのポーズこれだけでめっちゃ飛ぶんだなってびっくりした自分。このポーズ、これをこれで投げるだけでめっちゃ遠くに飛んで、すごーって、なんかいろいろ教えていただいて、本当に香織さんと一緒にキャッチボールして肩を鳴らして、まあ本番臨んだんですけども、まあ本番はワンバウンドして、まあノーバウンドにはならなかったんですけど、いや、もう思いっきり飛ばせたので本当に悔いはないですね。始球式にめっちゃ楽しかったキャッチボールハマりそう、楽しい。誰かしてくれないかな、メンバー暇があったらキャッチボールとかしたい。そう、楽しかったです。意外となんか平日にもかかわらずあんなにたくさんの方が見に来てくださってびっくりでした。本当にいろんな方が来てくださいましたね。本当に、ね、集合写真がちょっと残念まああれちょっと間違っちゃったみたいで、 SKE のカメラマンさんの方が間違っちゃったみたいで間違っちゃったみたいでカメラマンさんが、でなんかどこだっけで、NG の写真を間違ってあげちゃったらしくて、それが広まっちゃったみたいですそれが広まっちゃったみたい。でも本当にちゃんとした写真もあるらしいんですけど、かゆ、はじめまして、ショールーム見てます、ありがとうございます。普段の6倍観客動員、えっそうなんだ。でも昔からガイナーズさんはすごいお世話になってて、球場を自分も見てきたので、それすごいなって思いました。本当に6倍、こんなにもたくさんの方が見に来てくれてるって嬉しい。チアガールだっけ、チアガール、チアガールというか、なんて言ったらいいんですよね。もともとあのグッズの売り子さん、まあ、ビールの売り子みたいなんですけど、まあ、独立リーグの大きなとこではないんですけど、そういう野球が好きで野球グッズの販売をしてて、バイトでしてて、でもっともっと野球を盛り上げられないかなって思った時に、そういう活動がしたいなと、そういう活動はどうっていうのをお誘いを受けて、あ、じゃあちょっとやってみたいですっていうのがきっかけなんです。もともとは本当にアルバイトでしてたんですけど、もう高校1年生の時ぐらいかな、わかんない、いつだっけ、高校生の時ぐらい売り子さんをやってて、そうなんです。当時からアイドル、うん、その時はアイドルに全く興味がなかった、全くって言ったら嘘だけど、まあアイドルにはそんなに興味がなかった。でもなんかそういう人前に出るのがすごく恥ずかしくて、でもなんかその経験があったからこそ今があるから、本当に、なんだろう、本当にガイナーズなくては今はないみたいな感じなのかなとも思うんですけど、そうなんです、すごいだからいい経験をさせていただきました。何も知らない私に何も知らない私にいい経験をさせてくださって、で将来自分がこうなるとも思ってなかったんで、 SKE に夢が、なんだろう、そこから夢を見始めて夢が叶ってよかった。
だからなんかでも本当にもう知ってる選手の方とか、まあ、スタッフさんはほとんどいなくて、でもそのスタッフさんとかが見に来てくださってたんですよ。たまたまというか私が帰ってくるってことで 5年ぶり6年ぶりかのガイナーズだ、帰って見に来てくださって、大きくなったねって、昔はこんなんだったのにって言ってくれてました。 近 顔近。楽しか、始球式は本当に楽しかった。めっちゃ楽しかったですよ。トークショーして I Love 香川歌って、トークショー最高だった。 なんかモバイルで香里さんには喋らないでほしいですっていうなんか見出しがバンって載っちゃって、ちょっとやばいと思ったんですけど、でも本当香里さんがいてくれてよかったって思いました。 香里さんはおとなしくはなかったですよ。 もう多分トークショーに行かれた方は分かると思うんですけど、見られた方は分かると思うんですけど、まあいつもの香里さんって感じだったんですけど、香里さんがいなかったら絶対みんな笑ってくれてないし、しかも絶対 SKE のファンじゃない方も帰らずに見てくれてて、みんな、なんか岡山のミニ握手会の時はなんか岡山のホール、ちょっと大きなホールでミニライブだったんですけど、その時は私たちがダンス終わってトークショーが始まった途端、なんかちらほら帰る方が多くてめっちゃ悔しくて、でも今回もほら香里さんと一緒で、岡山と一緒だったんですよ、香里さんも。私も今回香里さんと一緒で、今回帰らない人が多くて、ずっともう見てくださってる方が多くて、本当になんか良かったねっていうお話をしました。そう、だから本当に香里さんいてくれてありがとうございます。あんなこと言ってごめんなさい、すいませんでした。 いませんでしたっていうお話でした。楽しかったです。で、まあその後香川で私は一泊、まあ、実家で泊まったんですけども、すごい満喫できました。一日朝めっちゃ早起きて、うどん屋さんに行って、高松のタワーレコードさんに挨拶を、いつもお世話になってるのでタワレコさんにご挨拶行って、意外にマンゴーのポスターとか全部チェックして、ありがとうございますって感謝の気持ちを伝えて、あと何したっけな、あ、そう、なんかかき氷巡りした、妹と。なんかすごい香川の、妹だけかもしれないんですけど、香川の若い子たちはなんかすごいかき氷を食べるのにハマってるらしくて、香川のじゃあかき氷、おいしいかき氷、まあ適当にどっか氷って書いてる看板があったら入ってちょっと食べ比べしてみようみたいな感じで、まあかき氷の食べ比べをしていったんですけど、意外といいお店たくさん見つけて、インスタにいっぱいアップしてるんですけど、人気なお店に行ってきました。結構並びました、夏休みだから。夏休みだから学生さんとか多くて、日の出製麺所、そうそう、そのうどん屋さんも行きました。日の出製麺所は絶対に行ってほしい場所ですね。場所も分かりやすいですし、駐車場もあるし、駅から近いし、歩いて行けるし、多分かなり便利な、交通は便利だと思います。めっちゃ混んでた、うどん屋さん。なんか日の出製麺所は私ずっと行きたいなと思ってた場所で、でもなんか1時間しか営業しないうどん屋さんで、1時間ですよ、1時間で、ちゃっかり12時、11時半から12時半のお店で、12時半にぴったりになった途端、もうそれ以降に並んだ方はうどんが食べれないんですけど、もう本当にそういうルールで、で時間内に行って並んで食べて、1杯100円、小100円、
びっくり、100円だよ。100円で食べて、美味しかったって言ってスルスルと食べて急いで出て、坂出です、香川県坂出市だから、岡山着いて新幹線で、で高松行きのマリンライナーに乗って一駅です。だから岡山に一番近い市町です。激安、激安でしょ、本当びっくりだよ、激安やばい、私もう本当激安なんかもう食べログみたいなの作ろっかな自分で要潤さんのポスターがいっぱい貼ってあって、ちょっと写真撮るの恥ずかしかったけど、いっぱい並んでて、ちょっとこれ撮るチャンスだと思って、恥ずかしながらにも写真撮りました。ポスターの前で、ポスターの前で写真撮った。ハタログいいね、ハタログ、え、ハタログいいじゃん、ジュッキーニドンさん、高畑のハタログ、香川にじゃあ帰った時はみんなに行ってほしいお店とか探して行って、ハタログ自分の感想を書いてハタログに載せるみたいな、いいね。おでんもあった、え、なんかね、とりあえずおでんはなかった気がするけど、天ぷらとかはあったんですけど、なんかもう人がとにかくいっぱいすぎて、天ぷらがなくてもうどんだけですごい美味しい。ハタログ作って来月参考にするそっか、ハタログを作るとしたら香川に定期的に帰らなきゃいけないから、じゃあまた私がいっぱい香川にで、みんなを香川に連れていくきっかけになるように、じゃあ頑張るんで、お仕事また香川でできるように頑張ります。確かにうどんの麺が美味しかった、美味しいのよ、もちもちコシ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 、もちもちコシがあって美味しい、そうなんです、美味しいんです、とっても美味しいんです。タワーが2つになってる、リララピド、ラピドさん、お、ありがとうございます、ラピドさん、猫ちゃん、あ、ハートもありがとう、ありがとうございます。またサヌキうどん食べたくなった、食べて食べて、本当にさぬきはいいとこなので、絶対に一度は行ってみてほしい県でございます。ありがとう、ありがとう、ね、インスタグラムとか見て、ツイッターとか見て参考にしてもらいたいです。なんか食べログ、あ、食べログじゃない、ハタログみたいになってるんですけど、ハタログを参考にしてください。今日高松祭りじゃないですか、お、ナイスタイミング、高松祭りってコメントあった、明日か、てっちゃんに、あ、そうなんですむせる、香川県のてっちゃんっていううどん屋さんにあのサインを書かせていただいて、なんか珍しくバレたんですよ、 SKE のハタゴンって珍しく気づかれて、もう嬉しい、嬉しいことなんですけど、第1号、気づかれた第1号のお店なんです。たまたま行ってお腹すいたって、たまたま入って、あれどっかで見たことあるなみたいな顔でこう見られてて、そうサインを書かせていただきました、第1号嬉しかったです
お、ナイスキャッチ。もうちょい後ろ行こう。すいません、何度も何度もすいません。安定してくれない。事故事故、ほんとね。ちょっと待ってくださいね。これどうやったらいいんだろう。それでいいか。あ、こうしとけばよかった。最初からこうしとけばよかった。ちょっと待ってくださいね皆さん。よ、少々お待ちを。顔アップだよって。無理。これどうしよう。できない。できる。私はできる。できた。よし、できた。かゆい腕。できた、できた。完璧だ。ありがとうございます。すみません。チカゴン。今日も一人部屋？違います。今日は同室の方がいますけど、ちょっとお出かけ中でございます。カバンに差し込んでるの？正解。カバンに差し込んでるの。ちょっとね、固定するものがなくて。イエス。レナピョンさんとはお話しし、今日レナピョンさんといっぱいお話ししました。あのじゃんけんのこといっぱい話して。明日が本番、本戦じゃない、明日が予選なんですけど、なんかもう楽しみが膨らみすぎて、どんな衣装にするとか、どういうやつ、どういう風にしたいとか、楽しみが膨らみすぎて、これ本戦行けなかった時悲しいなって思いつつ、やっぱじゃんけんは運なので、今日レナピョンさんが2人ユニットって1回勝てば、まあ、本戦に行ける率が高いんですけど、今日引いたらなんと私たちは1回じゃなくて2回も勝たなきゃいけないという、なんかすごい、まあ、激戦ですね。まあそこにちょっと当たってしまって、ちょっと不安なんですけども、もうどうにか本戦に行けるように、ちょっともう、まあ行けなくても、まあ、楽しめたらいいなと思います。どんのうくん出演？どんのうくんまた忙しいとか言いそう。つるちゃん忙しいつるーとか言う。どんのうくんの真似。つるちゃんは忙しいつるーって言われるよ、忙しいって。タワー投げたいけど。いや、そんな投げたいなんて、そんな、もう全然私なんか、ありがとう。レッピドさんありがとう。またでも本当に無理しないで。マッペさんもありがとうございます。つるちゃん忙しいつる。わかんない、うどのくの声を聞いたことないんですけど。明日おしましでいきます。コッシーさんありがとう。コッシーって言ってください、ぜひ。昨日ショールームでいたコッシーですって。あ、月の仮面のミュージックビデオ見たよ。え、そしてもう YouTube とかにアップされてますか？え、私も見たい。綺麗な画面で見たい。今日あのたまたま歩いてたらモニター見たら、歩いてモニター見たら初解禁って出てて、最近って見てて、ちょっと見てたんですけど、映ってました、高畑。パッパッパって映ってました。嬉しい。ウレピオスありがとうございます。
今日解禁でした。すごい踊り方もすごいね。踊りすごい苦戦しました。本当に踊り苦戦したんです。でもまあクールな表情でした。本当はそこまでちょっと表情まで見れてないんですけど、タゴン最近めっちゃ気になってきます。ありがとう、会いに来てください。会ったら変わります、絶対会ったら変わると思う。絶対にもっと会いたいって思ってもらえると思う。宝物だ。そうなんです、宝物。月の仮面っていう曲は私にとって宝物すぎる。もう一生の思い出、一生大切。もうアルバム、シングルですね、総選挙の。もう枕元に置いて寝るよ、寝るぐらい。なんかすごい自信ですね。自信とかじゃなくて本当になんか総選挙にランクインしたんだっていう、なんだ、すごい嬉しくて、もう宝物、私にとってプレゼントだもん。だってみんなからもらった。だから多分ずっと大切な曲であると思う。香川に送らなきゃ。そうだよね、香川に。でも実家もなんか予約しなきゃって言ってました、この前お母さんが予約しなきゃって。冷たい顔がめっちゃ綺麗。どういうこと無表情でしょ。あんまり笑ってない、笑わない MV で。トロフィー届きましたが、まだなんです。トロフィーもう届いたっていう方もメンバーもいるみたいで、私はまだなんです。早く受け取りたい。ゴリゴン、ゴリゴンさんだって。ハタゴンみたいな名前だね。ハタゴンのことは気になってるよ、面白いし。ありがとう。MV めっちゃね楽しかったんですよ。もうこれ、え、もう解禁されたから MV の裏話とかしてもいいやつですよね、これって。ずっと溜め込んでたんですよ。ハタゴンが好きになって改名したの？ゴリゴンだってもっと可愛い名前あるよ絶対面白いけど。ハタゴン大好き、神推しです。ありがとう。そう、じゃあちょっと話そう。そのね、 MV 撮影の時になんと、その7月18日 Mに MV 撮影だったんです。誕生日当日に、誕生日当日に自分は総選挙のでもらいただいた、なんて言うんでしょうね、お仕事をしてるっていう、もう幸せすぎ、わかりますかこの気持ち。もう幸せの誕生日を迎えたわけなんですけど、さらに幸せだった出来事はアップカミングメンバーみんなにお祝いされたことなんです。アップカミングメンバーみんなにおめでとうってお祝いしていただけて、本当にケーキとか、そんなサプライズ私本当にされたことがそんな、なんだろう、なかったので、 MV 撮影が全部終了した後にハッピーバースデートゥーユーってお祝いしていただけて本当に嬉しい。でみんなでケーキ食べて、アイス食べて、お疲れ様ってできたのが本当に嬉しかったです。そう、それまではなんか自分今日誕生日だけど誰にも、あ、そっか、誕生日ってワクワクしてるのは自分だけなんだって思ってたんですけど、もうその時本当にもう皆さん優しいって、ケーキを買ってきてくださったスタッフさん、覚えてくださってたまずスタッフさんにすごい感謝です。ありがとうございます。嬉しかった。そうそう、すみれさんと谷さんが、すみれさんと谷さんとがケーキを運んでくれててなんか急にいなくなって、すみれさんと谷さんが最後、あれどこ行ったんだろうと思ったら、ハタゴンお誕生日おめでとうって入ってきてくださって、
幸せ、もう幸せ、幸せの22歳の誕生日を迎えれて、もう幸せでした。からの、その次の日、ゼップ東京で、もうゼップ東京でもう、もう本当に全ての力を出し切りました。だから本当に22歳はいいスタートが切れて、もう本当に初っ端からいいスタートが切れて最高でした。本当にっていうお話です。お祝いをさせていただきました。そうなんです。あとアップカミングか、谷さん、そうそう、アップカミング谷さんと一緒だったんで、谷さんとアップカミングのダンスとかも夜中にダンス一生懸命覚えて、ゼップ東京のゼップとそのアップカミングのダンスを両方同時に覚えていってて、もう本当にその時はすっごい大変だったけど、もうそんなの忘れるぐらい MV 撮影中はすごい幸せでした。なんか今回のその月の仮面っていう曲は、なんだろう、女の子が武道会に行きたいけど行けないみたいな。月の仮面隠してる本当の気持ちを闇の中に、そうそうそう、そんな感じの歌詞も。だから武道会に行きたいけど行けないみたいな。シンデレラっていう字じゃないんですけど、なんかちょっと切なくてミステリアスで、愛の複雑な気持ち、愛のいろいろ、そう、愛の気持ち、愛をテーマなのかな、わかんないんですけど。だから表情も笑わない、いい人形みたいな感じかな。そういうイメージで撮りました。だからこんなにがっつり本格的な MV を、ミュージックビデオの撮影をしたことがなくて、あ、選抜さんはいつもこういうミュージックビデオを毎回撮ってるんだと思って、すごい大変なんだなっていう思う気持ちと、また MV を撮りたいっていう気持ちになりました。 MV 早く見たいよね。私も見たい、綺麗な画質で見たいです。そう、ぜひ皆さん月の仮面見てください、聞いてください。いい経験になり、なった。ショールーム終わったら見る。ありがとう、よろしくお願いします。楽しかった、 MV 撮影本当に、あー楽しかった、本当にです本当に。7月18日は本当にいい思い出になった、一生忘れない。眠い？いや眠くはないんですよ。チームの序列上がらないかなチームの序列ね、まあでも仕方ないんです。総選挙が全てじゃないってことをやっぱり、まあそういうことだったんです。だからそういうことなんです。で、私はすっごい嬉しい、総選挙にランクインできたことが本当に世界で一番嬉しいけど、もっともっと自分、次は自分がもっと頑張らなきゃいけないっていう立場なので頑張ってます。まあ頑張ってますって言ってるうちはまだ全然なんです。だから頑張ります。自分磨き、そういうことですね。頑張ってね。ありがとう、ぴょん吉さん。
Thank you. 今日何時までしよう。今何時だろう。今何時だろう。ちょっと待ってね。時計がない。有言実行。有言実行できたらいいけどね。9時16分、ありがとう。10時までしようかな。なんか同室の子が帰ってきたらちょっとショールーム配信やめようと思う。みんなもお風呂とか入りたいと思うし。マサナさんもこういう考え方なの？どうなんだろう。わかんないな。前向きさが好き。ありがとう。前向きさが好きって言ってくれてありがとう。了解しました。香川県帰ってきてだって。また帰るね。また帰ります。また帰るよ。こんばんは高畑さん、こんばんは。同室は誰でしょうか。トトちゃん元気だよ。トトちゃんは本当に元気だった。トトちゃんに会いたい。一回会ったらまた会いたくなるんですよね、トトちゃんに。あるあるですね、一回会ったら会いたくなるっていう。だって昔はすごい思ってました。もう一回帰ってしまうと会いたくなっちゃうから帰りたくないっていう。でも今はでもそう昔ほど思わなくなったけど、帰ってあげた方がいいって思うようになりました。ちゃんと。そうだよね、大人になってからなんか分かりません？なんか実家に帰らない若者とかたまにいるじゃないですか。でも大人になると、まあ私まだ大人って言っても22歳で、皆さんよりは全然あれ、考え方も全然まだまだ子供なんですけど、やっぱ実家に帰らないのは違うなと思って、ちゃんと帰ってあげて帰りたいなって思うようになりました。一回会うと会いたくなる。ハタゴンもありがとう。照れる。一人暮らし始めたら実感する。それかもね。それとしかも遠くに離れてる時、遠くに離れてる時は、県とかめっちゃ遠くな県に離れてる時とかはそう思うよね。そう、家族の大切さ分かりますよ。一人暮らしすると本当に分かる。そう、寂しい。どうなんだ。でも毎回でもなんだかんだ忙しいけどなんだかんだ駅まで送ってくれたりするから、今回も駅まで送ってくれて、そう本当にだからね、ホームに上がるときね、本当にね、わ泣き毎回ね泣きそうになるんですけど、でも瀬戸大橋渡ったらちゃんと切り替えることができるようになってきた。昔はずっと泣いてた。一回帰ったらずっと泣いてました、新幹線で。だけど最近は本当に前向き、めちゃくちゃ前向きです。だから多分一人暮らししたり、多分実家が遠い人は分かると思うんですよ、きっと。このメンバーとかも、だから実家が遠いメンバーとかの気持ちがすごく分かる。だから早く親孝行もねしないといけないし、ちょっとずつ親孝行もして、ファンの人孝行、ファン孝行もしなきゃ。
次はファン孝行、親孝行、ファン孝行していかなきゃいけないです。ファン孝行は任せてください。私本当に死ぬ気でアイドル頑張るんで、覚悟はできてるので。交通費がめちゃめちゃ高いの、つらいつらい、確かにつらいつらいよ。ファン孝行、本当帰る暇がないぐらい忙しくなるのも親孝行。そうかもね。でも私それが親孝行だと思ってたけど、やっぱ帰れる時は帰ってあげたいなって思うようにもなってきた。どれが親孝行なんだろうね。うどん高校もしてね。分かった、うどん高校もする。いっぱいうどん屋さん行く。俺らの一番望むことはハタゴンの笑顔が多く。優しい優しい、大丈夫、私はいつも笑顔ですよ。JR 四国の CM お願いします。 JR の偉い人、偉い方、高畑を使ってください。高畑さんは親孝行何されてますか。 何してんだろう親孝行。わかんないな、多分今はできてない親孝行。ね、香川で握手会とかしたい。香川で握手会、ミニ握手会ね、香川で。香川をどうにか盛り上げてね。サンメッセ香川、あ、握手会とかねしたいね。したら来てくれるかな、みんな。あ親孝行、冷蔵庫いっぱいにしてるやんそうなんです、それなんです。毎回実家に帰るときはその冷蔵庫をパンパンにして帰るんですなんかでもそれが親孝行なのか分かんないんですけど、自分にとっては。でもとりあえずなんか見た目、できることからしますね、実家に帰ったら。何を買ったのか、もう本当に食材、食材、食料、食料。うちの親もそれやってるマジでやるよね、やっぱり。来た時より冷蔵庫の中身パンパンにして帰るっていう、ちょっと自分にとったらちょっとの親孝行かな、みたいな感じですかね。冷蔵庫の中はみんなうどん。そんなことはないよ、意外とうどんそんなに入ってないけど、うどんを買わなくてもうどん屋さんが近くにあるからそっちに行った方が安いし美味しいし早い。
そうそう、ささっと食べに行けるから、うどん香川は。どこにでもあると思う、本当に。ちょっと歩けば、ちょっと自転車で行けばあるみたいな。だから全然困んない、うどんに関しては。お腹すいたと思ったらフラーっと行ってフラーっと食べる。月の仮面隠して、明日は握手会、明日も握手会だよ。1256番、明日も明日パジャマ着ます。パジャマ握手会。あ、顎が動く。パンケーキいいな。パンケーキだ。お腹空いてきたな。お腹空いてきたけど、何も食べるものがないよ、ここに。前回と違うパジャマです。初めまして、レモンさん。食べに行こう。いや、もう外に出るのはちょっともうめんどくさい。 明日初めてハトゴン行くよ。お、秋広さんね。秋広さんって言ってね、ショールームでコメントした秋広だよって。 楽しみにしています。きなこ餅はないの？今ここにないよ。配信終わったらコンビニ100m。こんな都会なのにコンビニ100メートル行かなきゃないの？ 100 メートル遠。また写真送ります。100メートルとか遠いよ。だって100メートルだよ。 都会のコンビニイコールホテルから出た瞬間にあるとか、ホテルの中にあるとか、感じかな。SKE はモバメ変身できますよ。見てるよ、モバメ変身。都会に染まってしまったね。都会に染まったのかな、私。でも香川に帰ったらやっぱり自分は田舎者だなって思った。かゆく首。香川は田舎すぎる。まあ田舎すぎるけど、そこがまた魅力なんですよ、香川の。モバメ変身してみてね。かずちさんか、かずちって書いてね、下に。誰が送ったか分かるようになるから。はたごに会ってみたいな。会いに来て。待ってます、大輔さん。じゃあここで、最近すごく握手会とかで、今日もそうなんですけど、なんか押しもし、ちょっと失礼します、口がカサカサなので。 最近握手会で押しもしだったり、当日券ではないかとか、なんか気になって来てくださる方がすごく多くて、本当に最近びっくり、いきなりなんですけど、すごく多くて、
何かのきっかけで気になるって方が増えてるということなので、このショールームもすごいなんか今まで見ない名前の方とかも結構いて、いろんな方が見てるんだなと思うので、ちょっとここで何か質問があれば質問を何でも答えていこうというコーナーをしたいと思います。じゃじゃん、高畑の質問コーナー。まあ、まず自己紹介。 SK48 の香川県出身、22歳になりました高畑ゆうきです。元会社員でした。今はアイドル3年目やってます。気になることがあればぜひよろしくお願いします気になる、この機会にぜひショールームで。はい、フォローしました、ありがとうひろふみさん。社長お疲れ様です。昨日誕生日でした、おめでとう。ハタゴンのゴンはどこから？ハタゴンのゴンはなんかポケモンのカビゴンっているじゃないですか。なんか学生の時に廊下に立ってた、廊下の真ん中に立ってたんですよ、ポツンと。その女子同士のお話で、廊下に立ってお話ししてて、女子で、女子たちと。その時になんかその時ポケモンがハマってて、ポケットモンスターハマってて、なんかそんな道のど真ん中に立ってるのカビゴンみたいだぞみたいな言われて、男子に。で高畑ハタゴンってなったの。そうなんですよ、ハタゴンになって、それが由来なんです。すれ違い通信、そうなんですよ。それがまあどうしようかなって考えたんですけど、まあニックネーム考えるときに、まあハタゴンの方がインパクトあるかなと思って、ハタゴンにしました。ゆきちゃんって呼んでいい？いいよ、全然、ぜひ呼んでください。みんな、でも私のファンの方は実際こういうところではゆきちゃんって呼んでくれるんですけど、握手会とかだと多分照れてゆきちゃんって言ってくれないんです。ハタゴンか社長みんな社長って言うんです。ゆきちゃん、あ、高畑、何色が好き？青が好き。サイリウムが青、白、白なので青が好きです。それ初出し情報。うん、これ結構言ってるよ、カビゴンの話は。 AKB グループの中で SK を選んだ理由、これは本当に自分の中で、こんな本当に運命でもあって、必然でも、必然っていうんですかね、なんだろう、オーディション本当にたまたまなんですよ。私本当になんかその時芸能界にすごく憧れてて、でも芸能界に行く、そういう芸能界を目指せれるきっかけがなくて、すごい自分はアイドルにもすごいまあ興味あったけど、そのきっかけ、オーディションとかそういうの知らないから、どうやって受けるのかも、どっから受けていけばいいのかも知らないから、とりあえず就職して自分でお金を貯めて、そういうオーディションを受けようっていうのを自分の中で計画してて、まあ就職してたんですけども、就活してたんですけども、たまたま、本当にたまたま SKE の7期のオーディションがあるっていうのを CM で見て、あ、これ香川にも、香川に SKE のテレビが流れとると思って、 SKE はもともと知ってて、で、これ受けてみるもいいかなと思って、本当たまたま受けようと思って受けたみたいな感じなんです、最初は。それがきっかけ。だって CM 流れんかったら受けてなかったですもん。そう、 CM やってて SK48 7期オーディション開始みたいな、今回はカラオケとコラボみたいな、本当に偶然でたまたまなんです。その CM を見て分かってみたいな。でも割とギリギリでした、もう締め切り間近で、急にポツンって流れて、でそれで SKE 名古屋か頑張ろうと思って、
今思ったことはやっぱり香川にいた時もそうだったんですけど、もっともっと SKE をなんだろう、もう下の方っていう、名古屋から下の方、東海じゃない方、東海地方の方はもちろん SKE のこと詳しいじゃないですか。やっぱ東海さんで流れたりラジオとかいっぱいあったりするけど、やっぱり四国って本当にもう地上波じゃない限り SKE さんを見れる、SKE を見れることが本当に少ないから、そう、AK ビンゴだって夜中にしてるし、本当に見たいって思う人じゃなかったら見れない時間帯とかだったんで、だからもっともっと SKE を四国とかにも広めていけれたらいいなっていう私の今の考え。そう、SKE 自体は知ってるけど SKE が流れないっていう、四国。東海ほどは流れないから、それがもっと流れてほしいなって思います。だからそのためにはもっともっと頑張んなきゃいけないっていう話です。だから架け橋になりたいっていう今の目標、香川と名古屋の架け橋になりたいなっていう目標があります。 AK ビンゴはどこでも深夜、そうなんですよ、名古屋でも深夜なんですけど、香川は本当に遅かった。 AK ビンゴ私も見てたんですよ、見てて本当に夜遅くて、そう、月1遅れぐらい、そうなんですよ、1ヶ月遅れぐらいで、ま、回ってくるので情報が、みたいな、そんな感じですかね。ありがとうございます、質問。48で好きな曲は、でもオーディションの時、48全体で一番何の曲が好きですか、AKB の中で何の曲が好きって言われた時に、パルルさんがセンターの、あれです。あれです。あれ？今ど忘れしちゃった。好きなのに。私に期待しないで。永遠プレッシャーだ。永遠プレッシャー。永遠プレッシャーが好きですって答えました。永遠プレッシャーが好きです。見つめられたらプレッシャー。あれのパルルさんを見てめっちゃ可愛いって思いました。パルルさんめっちゃ可愛いって 思いました。最近ハマってる食べ物、最近ハマってる食べ物はアイス、ティラミスのアイス。サトコンに大いに期待してる。ありがとうございます。SK の曲知ってましたよ。君は美しい稲妻さ。ティラミス、なんかティラミス自体はそんなに自分好きって言われたら好きではないんですけど、なんかコンビニにあるティラミスのかき氷が美味しかった。まあ、モバメの返信って画像も送れるんですが、画像は送れないんですよ、モバメは。画像は見れないんですけど、文は見れることができます。カフェのうどんのおすすめのトッピングは、冷やだと肉味噌と温玉、熱だととろろと、梅干し。でも全部トッピング全部のせの方とかいて、なんか自分で皆さんで好きなトッピングを選んでおすすめの食べ方を見つけてらっしゃる方が多かったです。肉味噌、そうそう肉味噌。今何時？そろそろちょっと 配信をちょっと終了しようかな、みんな帰ってくるから。ね、うどんのコシにびっくり、ありがとう。そう、自慢のうどんなんです、本当に。いろんな方が協力してくださって味を再現してくださいました。めちゃくちゃ雨降ってきた。40分ありがとうございます。じゃあ今日の高畑プレミアム高畑デーはそろそろ終了を迎えたいと思います。そう、質問ありがとうございます。いっぱい送ってくださって。
次のシフト来週入ります。あ、そうなんです、これだけちょっとお話しさせてください。そう、私せっかくの総選挙公約の実施中なのにこんなにバイトに入れないのは自分でもすっごい納得がいかなくて、せっかくだったらもう入れる日全部入りたいんですけど、やっぱりどうしてもマネージャーさんだったりスタッフさんの同行が必要っていう形になって、それがなかったらできないっていう形に今なってて、だからどうにか私も行けるときは行きたいし、マネージャーさんもにももう一回ちゃんとお願いしてみて、せっかくの実施なんでちゃんと入りたいし感謝の気持ちを伝えたいんで、ちょっとぜひちょっともうちょっと待ってください。でも来週は一回入る予定があるので、ぜひその時はもし会えたらいいなって思います。皆さんに初日にいみさん、そうにいみさんも忙しくて、本当ににいみさん忙しくて、にいみさんがいなかったらやっぱカフェに行けないので、にいみさんと千葉さん似てるんですけども、千葉さんでいいんですけどね。そうなんですよ似てるからっていうわけで、じゃあはたまるうどんもぜひ皆さん、まだ8月いっぱいまでやってるのでよろしくお願いします。プレミアム高畑でそろそろお休みの時間です。皆さん見てくれてありがとうございます。タワーもありがとうございます。ちょっとやばいやばい、ランキングだけ発表したいと思います。13位ケイさんありがとう、12位アタルさんありがとう、11位マスさんありがとう、10位橋本さんありがとう、9位のりさんありがとう、8位ひろしさんありがとう、7位平野さんありがとう、6位ケイスケさんありがとう、5位コウヘイさんありがとう、4位松畑ゴン神さんありがとう、3位いつでもどこでもテントさんありがとう、2位マッペさんありがとう、すごいみんなジャンプしてる。1位ラピドさん、あ、タワーもありがとう。すごい皆さんありがとうございます、今日来てくださって。よし、じゃあ明日の握手会、明後日の握手会も幕張メッセで待ってるのでよろしくお願いします。またショールームできるときはしたいと思うので、ぜひ今日のブログも絶対に読んでください。今日のブログ読んでください。今日の握手会は本当に昔の自分を思い出した握手会にでした。またお話ししようと思います。じゃあ、おやすみなさい。バイバーイ。また明日。バイバイ。今来た。残念。また見に来てね。ありがとう。ごめんね。おやすみ。